ちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこの声でやらせていただきます。いつもの声とちょっと違ってるんで違和感があるかもしれませんけど、見てくださいね。昨日の動画では日本の恥ってことで、石破首相が APEC に行って集合写真には遅れるわね。他の首相ともコミュニケーション取らずに、握手を求められても座ったままでドヤ顔でふんぞり返って挨拶してるっていう、ほんととんだ失態をしてるっていうことをお伝えしましたけれども、そしてさっき百田さんもですね、日本の議員は2世や官僚が多くてですね、官僚出身の人が多くて、庶民の生活などのことは全然わからんと。そう、だからもう、本当は改革っていうのは好きじゃないんだけれども、改革でもして、もう本当ひっくり返さなきゃいけないみたいなことを言ってましたね。そういうことをお伝えしました。で、今日お伝えすることっていうのは、百田さんが言ってた通り、日本国民の生活がますます悪化してるっていう話です。何しろエンゲル係数が先進7カ国でトップってことですわ。これやっぱエンゲル係数が高いってのは、なんか、後進国の、違うの？後進国の証明っていうような、そんなイメージがあるんですけど、30年間サラリーマンの給料が上がらないのに、エンゲル係数は2005年あたりで底を打って上昇してるんだよね。で、まあ、アメリカも低いし、韓国なんかはなんでか知らんけどかなり低いんで、エンゲル係数はね。だから食べるものに関しては、韓国は割と、家計に関しては、楽なのかもしれませんけどね。まあ、だけど日本でこんなに高くってもうほんと、税金ばかも取られるしね。もうほんと叶わないですよね。で、まずそれについてお伝えします。日経の記事から、お伝えしますね。エンゲル係数42年ぶりの高水準、家計支出の 28% に。消費支出に占める食費の割合が上がっている。2024年1月から8月のエンゲル係数。2人以上世帯は 28.0% と、年平均と比較すると、1982年以来の高い水準となった。9月の消費者物価指数では、米類が 44.7% 上昇と、49年ぶりの伸びだった。食料物価の上昇が家計を圧迫し、消費下押しの一因となっている。年収1000万から1250万の世帯の1から8月のエンゲル係数は 25.5% だった。年収200万未満の世帯は 33.7% と、年収別では最も大きい比率だった。食費上昇は低所得世帯に響く。総務省の担当者は、物価高を受けて野菜や果物、肉類で購入数量を控える動きがあると指摘する。やっぱりこの、あれですね。年収が高い人は、やっぱり、食費には、かかる割合がやっぱり少ないんだけど、年収200万ぐらいの、本当低所得者の方は 33.7% ってことは、もう本当3割以上、もう食費にかかっちゃってて、これは本当大変ですよね。で、税金まで引かれるわけでしょ？もうこれ、本当それでもってね、ここにあるんだけども、これだいたい2005年ぐらいからずっと上がってるんだよね。ここね、これ、米が 44.7%。すごい、上げ率だよね。むちゃくちゃ上がってますよ。米っていうのはね、なんていうの、ほんと主食じゃないですか。だから米があれば、まあおかずちょこっとでもね、まあなんとかお腹膨れるっていう感じで、まあ、栄養的にはね、
米ばかりっていうのも良くないですよ。でも、どうしても食べるものがないのにね、お米だけでもちょっとお腹膨れるっていうか、そういうのもあるんだけども、それをもうすごい、なんていうの、米不足の時も、備蓄米があるにもかかわらず、農水省が価格を引き上げるために、放出しなかったっていう、そういうような話も出てますよね。でも、それなんで放出しんのかね。もう、やっぱり、価格を上げたいってどういうことなの？ねえ、国民のことを何にも考えてないってことでしょ？政府が米の価格を引き上げて、金儲けの手助けばっかりしてるって、おかしくないですか？普通だったら、少しでも米をね、政府が補助金でも出してもいいから、米を安くして、で、国民が、食事に少しでもね、ありつけるように、手助けするのが普通ですよね。それで、給料が少ないところに持ってきて、その主食までね、高騰しちゃったらね、ほんと、食べるものないって感じですよね。ほんと最近ほんとすごい、上がってて、シロちゃんの方も、国産原料の醤油なんかもね、ずっと買ってたんだけど、もうほんと60円か70円ぐらい上がってますからね。ほんとすごい上がってますよ。で、それでもって、米をこんな、すごく高くしちゃってね、出汁おすみみたいな備蓄米があるのにね、そういうことする。ほんと、なんか血も涙もないって感じではしますよね。なんか飢え死にしろって言ってるわけ？いくらなんでもね。で、そういうような状況の中で、こんなニュースが出てきましたよ。とんでもないジュース。中央日報のニュースです。セックス観光の首都になった東京。世界から男たちが遠征に来る。香港日刊紙サウスチャイナモーニングポストが17日、ようこそ東京へ。アジアの新しいセックス観光の首都というタイトルの記事を通じて、外国人相手の性売買が増加している日本の状況を伝えた。SMCP は日本経済の公共時期は日本男性が貧しい国の女性が提供する禁じられた快楽のために海外に出かけたが、今は状況が逆転したとし、円安と日本の貧困増加によって外国人男性が東京にセックス観光に来ていると報じた。しゃ。ねえ。SCMP のインタビューに応じたおよそ19歳の女性は、公園にはたくさんの人々が来るが、半分ほどは外国人としながら、最近2回目の中絶をしたと打ち明けた。高校を卒業した後、歌舞伎町のカフェで仕事をしていたという女性は、生活費問題などを解決するために4月から立ちんぼをするようになった。女性は1時間で1万5000円から3万円ほどで、1日5から10人程度の男性を相手にすると説明した。いえ、ほんとこれはね、ほんと悲惨な感じですよね。もう、なんなんだね、なんか、もう戦後のね、まあ写真とか、いろんな映像とかで見てますけど、戦後にですね、まあ GHQ のね、人たちに、こう、相手してた女性がたくさんいましたよね。そんな戦後のどさくさのね、状況のような感じで、政府の、でもこれ知らないわけないですよね。うん。これを知らないでも見て見ぬふりでしょ？小池都知事なんかでもね、東京だから。全然、見て見ぬふりってことでしょ？で、そういうこと知ってて、中国に、太陽光パネルをね、すごく買うように、やってたり、それから、外国人に1500万ですか？なんか、無償貸与し、新しい事業をする人に無償貸与したりとかね。もう、どうしてこういう、日本の国民のこういう状況を見て、どう
どう思わないのかね。ほんとさ、さっきのお米が、の値段が上がってるっていうのもあるんですけど、自分たちのその高級官僚たちとかね、その政治家のすごいお金もらってる人たちは、自分たちが困らんっていうことで、で、日本国民が困ろうと、自分たちは困らんから何も助けんっていうことですよね。やっぱり、ただでね、なんていうの、やっぱり塾でね、勉強ばかりして、で、もともと家もね、自分の家もすごいお金持ちでね、で、そういうお金の苦労もないっていう人たちが、官僚や、そういう、議員になっちゃってるんで、で、人のそういう、庶民の苦しい気持ちっていうのがわからないんですよね。で、やっぱり、そういう教育もやっぱりされてないんですよね。人の気持ちを、考えるみたいなね。で、これでは本当どうにかしないとね、もうこの19歳のね、女の子も、これ本当、もう辛いと思いますよ。で、だんだんとね、やっぱり、やさぐれてきますよね、心が。心がやさぐれてっちゃうと、本当にもう、なんていうの、浮上できないっていうか、もうちゃんと自分がしっかりしてもう一回やり直すっていう気持ちになれればいいんだけど、やっぱりもう身を滅ぼすみたいなね、そんな風になりかねないですよね。で、クスではね、また、未だにですね、財務省解体の、そういうのが、トレンドになってるみたいで、で、財務省のことが、まだまだ、トレンドになってるみたいです。まあ、こういう風に見たらね、誰でもそういうふうに言うのは当たり前ですよね。桃太郎プラスさん。昨日の朝に、財務省解体が10万件を超えたが、24時間経ったら消えるはずのトレンドが今でも根強く残っているのは、どんだけ多くの国民が真実を知って、どんだけ怒りを保ってるか。その表れだろう。日本がセルフ経済制裁されている現況はここなんだと、国民全員に知ってほしい。まあ、財務省ね。財務官僚。12,115件の投稿。財務省解体。101,151件の投稿。まあ、これね、でも、こんな件では少なすぎますわね。もう100万件ぐらい投稿してこないと、やっぱり変わらないだろうし、もっとそうやってうねりっていうか、そういうのを作ってもらわないとね。ポッピンココさん。財務審理教から華麗なる天下り転身を遂げた二人がこれ。財務省 OB ってだけで司法試験免除で弁護士資格が取得できて弁護士になれるのは初耳だが、司法がここまで腐敗している時点で民主主義国家として終わってるな。なんなのこれ。あ、この人たちは何、司法試験なしで弁護士になれたわけか。へえ。とにかく今の裁判も変な裁判ばっかだよね、もう。なんとかしてもらいたいわ、その、弁護士もだけど裁判官も。外国人にばっかり無罪にしちゃってね。もうこんなのが弁護士になったらどうなるんだよ、まあ、本当に。財務省解体。財務省解体っていうのがいっぱい出てますね。ポテトさん、財務省解体は必要だけど、国民が直接関与することはできない。まずは財務省の手先である自民、公明、立憲の政治家を次の選挙で徹底的に落選させることが必要です。ちょっとここで、森永さんのちょっと何て言ってるか動画を見てみましょう。日本は世界最大の借金を抱えています。この借金をこのまま放置したら孫子の世代に災難が及びます。これ以上借金を増やすとハイパーインフレが起き、国債が暴落し、円も暴落し、日本経済はダメになります。だから増税を我慢してくださいねって言ってるんですけれども、これは
カルト教団がですね、あなた不幸の層が出てますよ、これを放置すると孫子の代まで災難が及びます、だからその災難から逃れるためにはこの壺を買いなさいっていうのと同じ仕組みなんですよ。だって借金なんかないんです日本に。これが日本の借金の構造なんですけれども、はい、広い意味の公儀の政府では今1661兆円ですね、負債借金があります、はい、ところがですね、その裏側でこっちの資産の部っていうのを見ていただくと、はい、こっちの資産の方1121兆円も持ってるんですよ。つまりね、1600兆借金がありますよって言いながら、うん、こっそり1100兆円も預金してる状況なんです。こんなの借金だらけだって言えないでしょ。で、その差額540兆円、これが本当の借金の額です、うん、これ GDP とほぼ一緒なんで、うん、先進国並みなんですけれども、さらにもう一つ仕掛けがあって、うん、日銀が保有している国債っていうのは、うん、日銀に買ってもらった瞬間に借金が消える、うん、なぜかっていうと日銀がずっと元本を持ち続けてくれれば元本返済必要ないわけです、うん、で利払いは日銀にするんですけれども、その利払いはほぼ全額国庫納付金で返ってくるので、うん、利払いもしなくていい、元本返済もしなくていい、つまりそこで借金は消える。今ですね、これ2020年度末なんですけれども、532兆円持ってるんですよ。ということは差し引き日本の借金はたった8兆円しかない。これ2020年度末で現時点でいうとプラスになってると思う。つまり貯金してんのに借金で首が回らないんで増税させてくださいっていうわけのわからない理論を言っている、うんうん、それをみんな騙されちゃってるんです。やっぱし百田さんたちが言ってたように、金持ちの家に育って受験勉強ばっかりやってる人たちがね、官僚や議員になっててね、自分たちだけがいい思いすればいいっていう感覚でいるんで、もう根本の教育からなってないんですよ。もう教育も変えなきゃいけないんですよ。だから川村さんが言ってるようにね、税金で食ってる人が楽な生活をして、税金を払ってる人がすごい苦しい生活っていう、もう本当おかしいですよね、これでは。なんなのかね、税金徴収してね。もう奴隷扱いですよね、税金を払ってる方がね。だからもうとにかく、次のね、参院選ではね、7月になるんですけれども、まだ半年以上ありますけども、とにかくもう、自民、公明、立憲もダメですよね。そういうとこもうガタガタにする必要があるんで、もう今のところね、もう期待できるのは、日本保守党しかないんですよ。国民民主もね、ちょっとなんか、名古屋市長選で、大塚さんを応援してるでしょ？あれ、増税の方を応援してるでしょ？だから、わけわからないんですよね。103万がどうだってそういうこと言ってるにもかかわらず、名古屋では、増税派の大塚さんを応援してるし、東京の時も、緑のたぬきね、そっちを応援してるでしょ？だから、ちょっとなんかわかんないんで、まあ、とにかく、まっさらで、今のところまっさらだと思われる、日本保守党に、本当頑張ってもらいたいですよね。議席をね、伸ばしてもらいたいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。